特別救助隊、通称オレンジレスキュー。それは人命救助を使命とした消防のエリート部隊で、若い消防士たちにとっては憧れの的である。朝のニュースでも見たじゃないですか。何度見ても興奮するものは興奮するな。でも発見から救出まですごいスピードでしたよね。ハヤテのように現れて、ハヤテのように去っていく、それが俺のやつだ。おお、大吾、見ろ見ろ見ろ。今度は救助でした。仕事を願います。救助活動は完了しました。いつ見てもしびれない。戦国署のレスキュー隊長神田勲、サインもらいて。アイドルか。神様だよ。神田隊長って言ったら戦国レスキューのエースだぞ。知らねえのか。知らねえ。楽しいなんだ。ああ、俺も来てえな、オレンジ。え、甘かすくんレスキューになりたいの？イエス。だって消防の花形だよ。甘いな。お前がレスキューになれると思ってんのか。隊長は試験24回受けて落ちましたからね、筆記で。視力検査で落ちたんだよ、視力検査で。あれ、試験中に奥さんにメールしたの見つかったんですよね、ラブラブの。なわけねえだろ。いいか、レスキューってのはな、新規隊、全てが揃った精鋭中の精鋭なんだ。腕立て100回は朝飯前の鼻くそ。なりたけ俺みたいに腹が3つに割れてからいい。腹3つか。やめろやめろ。レスキューなんて出世も遅れるし、危険が多い割に手当ても大したことないし、汗かくだけ損だぞ。そういう言い方はないだろ。そういう言い方は全く冷めたやつだな、お前は。赤星さんこそ、でも受けたら受かりそうですけどね。興味なし。俺の目標は消防総監。大卒ですし、髪崩れないし。俺からの消防はここだよ、ここ。筋肉より冷静な判断力。当てつけが？俺への当てつけが、お前。大悟くんはレスキューに興味ないの？全然。やっぱ消防車引き死だろ。つっさき持って炎の中突っ込んでいかないと。大体は俺はオレンジって色が嫌いなんだよな。なんで男がオレンジを着るの？神様。なんなんだよ、あいつ。つうか緊張。なんでオレンジの隊長が見てるわけ。品定めだろ。品定め。スカウトですよ、レスキューの。今度レスキュー増強するって噂ですから。マジっすか。うわっさ。なんだよお前、急に。最後遅れるな。あれが朝比奈大吾ですか。わざわざあいつ見に来たのか。小耳にしましてね、18のド新人がいきなり学校火災で大金星、その上雨の中子供を抱えて戦国峠を駆け下りたってんじゃ、どんなやつか見たくなるでしょう。それに伝説の男のドックタグを継承したんだって。じゃあね、いても立ってもいられないってやつですな。ちょっと遊んでもいいですか。ご自由に。俺は終電の時間だ。神田隊長、何するんですか。上がってみろ。掴まれたら分からないじゃないですか。ビルの屋上、子供がお前の足にしがみついている。早くよじ登んなきゃ子供は落下する。大吾、見せてやれ。くそ。どうだ。子供は靴と一緒に落下。平隊長、靴紐の結び方から教え直した方が良さそうですね。で、体力、訓練成績ともに標準以下。やる気あるようですが、精神的にも技術的にも未熟。尊敬するゴミ所長には失礼ですが、時間の無駄でした。だろうな。では。
お疲れ様です。ナイス感じあり。なあの子は縛りってことやな。腕組むな。ハオリちゃんとアピールできたから。どうしよう、突き抜けとってられたら。知らねえよ。おう、お疲れ。帰るのか。まあ、用は済んだからな。相変わらず意地の悪いやり方すんな。みんな面食らったぞ。あれが俺の流儀でね。お前と違ってサバイバル本能だけで生きるたちでな。じゃあ。赤星さんって神田隊長と同期だったんですか。ああ、新人の時の神田隊長ってどうだったんですか。あの今の俺と比べるとやっぱり。さあな、似たようなもんじゃないか。マジっすか。うわっしょ。おい、本庁からお達しだ。明日から1週間災害に備えて近隣の建物の特別査察を行うぞ。あ、もうそんな時期ですか。査察って嫌がられるのよね。よし、それじゃあ赤星。はい。お前大吾と組め。植木さんと博士。はい。そから真昼と天勝。え、真昼さんですか。いや、今日はいいことづくし。真昼さん頑張りましょうね。はいはい、よろしくね。はい、坊主制服着てけよ。はい。査察は制服って決まりなんだ。営業中に困りますよ、いくら客がいないからって。裏口は非常経路です。ドアの前に段ボール積んでおかないと、いざという時に逃げられません。狭いんだから仕方ないよ。お前な、サッカー部の連中と何度も食い逃げしといて何が査察だよ。おい、後でいつもちゃんと払っといたでしょ。でもこれは本当に危ないからね。俺も運ぶの手伝うからさ。それとこのコンロ、壁までの距離が15センチありませんね。火災予防条例案です。すぐに直してください。直してって工事し直せってこと。来月改善結果を確認に行きます。そんなの無理だよ。金はかかるし営業はできねえし、んなことやってたら潰れちゃうよ。一応赤星さん距離ってちょっとやらしてるだけでどう見ても問題ないじゃないですか。この店は愛され続けて30年、ラーメン一杯未だに300円で出してる貴重な店なんですよ。この壁の裏は木だろう。こういうのは表面が何ともなくても中だけが熱で燃えることもあるんだよ。次行くぞ。いいよ。ちょ、赤星さん、あんな厳しくしてたらみんな潰れちゃいますよ。ただでさえ不景気で困ってるのに。そうやって甘くするから火災が起きるんだよ。そりゃそうっすけど。あれ、なんかあったんですかね。どうしたんですか。え、男の人が落ちたんですよ。足に捻挫したみたいで自力で登れないですよ。助けようにも深くてどうしたらいいか。119番通報は。いや、まだ どうなったか。あ、今行きます。消防署の方です。大丈夫ですか。早くね、早く助けてくれ。消防士さん、早く何とかしてあげてよ。ロープありますか。はい。これでよかったら。おい、はい、何する気だ。助けるんすよ。バカ言うな。レスキューが来る前に手出すなんて。でも早く助けあげないと。どうやって検査したらどうすんだ。なんとかなりますよ。いいか、マンホールやフルイドにはガスが溜まってるんだ。空気ボンベないんだぞ。それに誰が引き上げるんだ。こんだけ人がいればなんとかなるでしょう。お前な、レスキューです。大丈夫ですか。要救助者1名意識あり。よし、警戒区域設定。よし。おい、めぐみが何やってんだ。今助けると。技術も知識もないくせに勝手なことをするな。状況は酸素です。侵入可能。そこ下がって三脚設定の上救助する。よし。マンホールに救助機材を設定しろ。よし。やっぱり無謀なだけのバカか。は？赤星、ちゃんと教育しとけ。お前は恵みで一生めでたく暮らしてろ。よし。どうか。お、いるべし。いるべし。
なんすかあの神田って男は。戦国史のエースだかなんだか知んねえけど偉そうに人見下したような誰かが無理すったらしいよ。でも無事助かってよかったじゃない。そりゃそうだけどさ、人助けようとして責められるのおかしいでしょ。だって赤星さんも赤星さんですよ。借子状況っていうかごたごた言う前に助けようとするのが消防士ってもんでしょ。お前な、安全具もなくて途中で要救助者を落下させたらどうする。え、ああいう作業はな、簡単そうに見えても一つ間違えば大きな怪我を負わせる危険だってあるんだ。俺だってそういう時は自分で処理しないでレスキューを待つよ。お前は人を助けることにかけちゃ天性の嗅覚みたいなものがある。それは俺も認めるけどな、言い方を変えりゃ裏付けも何もないただのむちゃくちゃなアホだ。赤星はお堅いしクールなやつだが、だがあいつの判断はいつも間違ってない。あいつから学べることは学んでおけ。分かったらほら、お前も飲め青汁。はい。おだいごだいご、あのさ、お前んちで鍋やることになったから鍋。は、今日ね、査察でちゃんこ屋さん行ったので、ちゃんこやろうぜって盛り上がっちゃってさ。俺んちは狭いし、女の子二人の部屋に押しかけるのもね。断る、冗談じゃねえ。だから何で俺んちなんだ。まあ気にすんな気にすんな。すいません、大勢で押しかけちゃって。何言ってんの、賑やかなの大好き、毎日来てちょうだいよ。ほや、大悟、やっと彼女ができたんだね。しかも三人も。あんたはまあおじいちゃんに似て男前だから。はいはい、おばあちゃん行きましょう。じゃあごゆっくり。あったかい家族だね。あ、それよりさ、お前神田隊長に会ったんだって。なんか俺のこと言ってた。俺の前で神田のこと言うんじゃねえよ、気分悪いな。でも大吾、もしレスキュー受けないかって言われたらどうすんの。それ断るよ。レスキューが嫌ってわけじゃねえけど、俺は植木さんみたいに生涯一火消していけんの。生涯一火消しか。まあ私も火消しに憧れる気持ちはわかるけど、でも大吾くんってレスキュー合ってると思うな。隊長も言ってたけど天性の勘ってあると思うから。いや、ないない、全然ないでしょ。ジュンちゃんってさ、なんかっつうと最近こいつの肩持ちすぎじゃない。そういうわけじゃないけど、でもさ、大吾って先の扱いめちゃくちゃだけど、人命救助への執念っていうか、それは絶対誰にも負けないよね。ちょ、まぎるちゃんまで。レスキューっつったら俺天勝四郎でしょ。天勝四郎よろしく。勝手にやってろ。ただいま。おかえり。こんばんは。お、ちょ、先生。なんで先生がいるの。部活の帰りに会ったの。さっき電話で鍋だって聞いたから誘ったんだ。お兄ちゃん、お小遣いよろしく。あ、どうぞ。失礼します。学校の火事の時はお世話になりました。お邪魔じゃない。いや、何言ってさ。どうぞ。あ、じゃあ失礼します。あ、先生、ビールジュース。あ、じゃあビールいただこうかな。はい、ビール一本喜んで。いやー、でも静香先生って見れば見るほど綺麗だよね。あいつが憧れるのも分かるよな。っていうか、なんで男っていうのはああいう頼りなゲーなタイプがいいわけ。いや、俺はまゆるさんみたいな頼りがいありゲーな女性が好きですよ。言っちゃった。大吾も、大吾よ、最近ちょっと見直したと思って、あんな風にでらーん。あー、うー、大丈夫。まゆるさんって酒癖悪いの。結構ね。あがちゃん、要救助者発動。あぶって完全にいっちゃってんな。まあ俺は役得って感じだからいいけど、大吾も今頃先生といい感じだろうしね。え、ジュンちゃんどうしたの。あれ、あ、やだ、私手袋忘れてきちゃったみたい。え、あ、ちょっと取りに行ってくるね。あ、じゃあ俺が。あ、いいの、まひるさん送ってあげて。じゃあ、ああ要救助者搬送。ごちそうさまでした。
またいつでも来てください。鴨鍋、もつ鍋、キムチ鍋、もう何でもやりますから。うん。ねえ、さっき話に出てたレスキューのことなんだけど、それって危険な仕事なんでしょ？命の最前線っていうか。まあ俺らでも行けないようなとこ行く特攻隊だからね。崖をロープ一本で降りたり、増水してる川に入ってったり。大吾くん興味あるの？いや、俺はあんまり。よかった。え？ほら、大吾くんって無茶するとこあるでしょ。私正直言うとね、学校火災の時も山越えの話聞いた時もすごいなって思った反面、ちょっと怖くなって。え？人の命を守るって仕事、すごく誇らしい仕事だと思う。でも何よりもまず自分の命を大事にしてね。いや、それは大吾くんのことを心配してる人間がいるってこと忘れないで。先生、約束。赤星さん、レスキューのやつだってやっぱそんなすごいんですかね。まあそれだけ過酷な訓練を積んでるからな。それに体力や技術だけじゃない、セオリーもぎっしり詰め込んでるしな。セオリー？セオリー、定石だよ。火を消すにも理論があるだろ。やたらめったら水かけりゃいいってもんじゃないだろ。ああ、ちょっと確認していいか。え？お前ビルで火災が起きたらまずどこ狙う？こっちから上がって、でここに。ちょ待てよ、まずはクリアーゾーン確保するために吸気側から攻撃だろう。雷気側に警戒筒先。分かってますよ、すぐに丸カに筒先を入れればいいですね。こんなとこに筒先入れたらバックドラフト起きるぞ。素人かお前。でも。でもじゃない、お前よくそれで今まであんな劇的な救助してきたな。てっきりそれなりのセオリーを元に繋がったりしてたのかと思ったら。そんなわけないじゃないですか。勘ですよ、勘。それに本当の修羅は成功法だけじゃ切り抜けられませんよ。ねえ。ねえって。お前怖いやつだな。え？俺はお前とは絶対チーム組みたくない。次、さっさと行くぞ。待ってくださいよ。次ってどこですか？山伏工業、問題の。問題？行けば分かるさ。これ俳優じゃないですか。漏れてますわ。なんだ？また来たのか。山口社長、このドラム缶以前にも言いましたが、危険物貯蔵の届け出出してませんよね。すぐ撤去してください。こんなところに放置しといて引火でもしたら大変なことになるんですよ。だったらお宅らでその費用を出してよ。こっちだってな、放置したくてしてるわけじゃねえんだよ。廃棄物処理するのにいくらかかると思ってんだよ。文句あんならな、景気風煽ってる政治家に言ってよ、政治家に。だからって万が一火事になったらどうするんですか？そん時のためにあんたらがいるんだろう。いや、あのですね、俳優だけじゃないですよ。この廃材の山、これって崩れたら危ないじゃないですか。僕らは皆さんの安全のために言ってるんですよ。ウエア、いくつだ？え？ここはな、俺の土地なんだよ。他人にガタガタ言われる筋合いはねえ。そういう問題じゃなくてですね。とにかく帰った帰った。これ以上な変な言いがかりをつけて仕事の邪魔をするんならこっちもただじゃ済まされんぞ。まったくな、消防士ってのは
火事がないと暇でいいね。ちょっと帰ろう。でもいいから帰れよ。俺帰れ、こら帰れ。ちょっと赤星さん、山伏工業あのままほっとくんですか。あそこはうちのブラックリストの常連でね、ああいう提案にはいくら言っても無駄ってやつ。いや、だからってあなたは文書なりなんなりで注意勧告したって形だけ作っときゃいいさ。ちょっとそれって何かあった時の責任逃れじゃないですか。それにもし本当に火災や事故があったとしたら。再三警告したんだ、自業自得ってやつだろ。それ本気で言ってんすか。え、赤星さん、なんで消防士になったんですか。赤星さんっていつも気持ちじゃなくて頭で動きますよね。俺は赤星さんと違って頭も悪いしまだ未熟だから、ここでしか動けません。ラーメン屋の時だって火事になったらどうしよう、でもじっちゃんが仕事できなくなったらどうしようって、山伏の人たちだって嫌なやつだけど事故に遭ったら家族が悲しむだろうって、そんなことしか考えられなくて。俺消防士って人間が好きだからなるんだと思ってました。好きだから守りたい、だから理屈より体が先に動け。消防士ってそういうもんじゃないんですか。赤星さん、俺とチーム組むの嫌だって言ったけど、俺こそ赤星さんとチーム組むの嫌です。正直赤星さんのそういうとこついていけません。また赤星と揉めたんだって。隊長、俺赤星さんと組みたくありません。あの人本気で人のこと考えてないっていうか、仕事だからやってるって感じで。まだ任せて組んだ方がマシです。あいつの親父消防士官でな、典型的な消防一家ってやつだよ。じいちゃんも消防のお偉いさん、ひいじいちゃんもそう。小さな頃から消防入って上目指すのが当たり前って環境でな。お前と赤星足して2で割ったらちょうどいいんだがな。赤星をお前につけたのはお前に勉強させるためだけじゃない、あいつにもお前から何かを感じ取ってほしかったんだがな。作戦失敗俺もこっち使うのは得意じゃないってか相手屋にはいくら言っても無駄ってやつ。再三警告したんだ、自業自得ってやつだろ。
朝から何の用だ、ネズミの坊や。社長、この廃材このまま放っとくと本当に危ないんですよ。俺経営とかそういうことは分かんないですけど、でも火事や事故になってからじゃ遅いんです。しつこいな、仕事の邪魔をするんじゃねえって言ってるだろ。人手が足りないんだったら表のドラム缶運んだり廃材運ぶに手伝いますか。だから人手の問題じゃねえって言っただろ。あんな産業廃棄物ってのはな、捨てるのに大金がかかるんだよ。おめえみたいなガキが汗水垂らしたって一文にもならねえんだよ。出れ、帰れよ、帰れ。帰った帰った。おい大吾。はい。お前今朝一人で山伏工業へ行ったんだってな。はい。営業妨害で苦情の電話かかってきたぞ。お前また忠告を無視したのか。俺はやめませんよ。だってあれ向こうが。誰がやめろって言った。はい。俺が言ったのは査察の時は制服で行けっていうことだよ。好きなだけ粘ってみろとさ。あとはどっちが根負けするかだ。はいはい、今日の査察当番、残りはあとこれだけです。よろしく。はい、いってらっしゃい。では火災報知器のベルのスイッチは必ず入れておいてください。誤作動があるからといって切っておいてはいざという時意味がありませんから。それより一杯飲んでったら。あら、よく見ると消防士さん、いい男ね。職務中です。それから廊下にビールケースを置かないでください。あれじゃ防火扉も閉まりません。はいはい、行くぞ大吾。はい。おい、何やってんだ。ちし、え、何言ってんだ。何も感じない。収まったみたいですね。ポンプ、救急、出動準備しとけ。え、はい、はい、だってまだベル鳴ってない。救急出場、現状、仙石市あけぼろ橋3丁目14番、地震で階段から転落した女性の救助。危険排除、メダカが丘1、2、特命出場、現状、仙石市朝日が丘1丁目3番。はい。いった。大丈夫ですか。ありがとう。もういいわよ。あと自分でやるから。周辺の安全確認。はい。赤星です。お前ら今どこだ。クジラ台2丁目です。今すぐ山伏工業行けるか。山伏、5分あれば。よし、崩落事故だ。こっちはみんな出払ってる。先行で状況報告してくれ。後続隊は作業が済み次第向かわせる。はい。
どうしたんですか。山伏で事故らしい。急ごう。足が挟まって抜けねえんだよ。リュウゾー、リュウゾー持ってきて早く。はい。大丈夫ですか。降りてください。触れば崩れます。降りて。じゃあどうするんだよ。黙って見てろってのか。大丈夫ですか。これじゃ手出せねえな。大悟、レスキューだ。はい。ダメ？ダメってどういうことですか。桑原市のレスキューはバイパスで起きた事故で出払ってる。桑原市のレスキューがそっちに向かってるが、40分はかかるだろう。いやでも出血が激しくてこのままじゃ。近くの病院から医者を呼べ。とにかくレスキューと救急が行くまで待て。いやでも。あとは赤星の判断に任せる。挟まっている片足の出血がひどく、血圧も下がってます。一刻も早く病院に運ばないと手遅れになる可能性が。そっか。それでもレスキューを待つしか方法は。山内さん、待ってください。もうすぐレスキューが来ますから。あんたらの言う通りやったな。え、会社苦しくてな。あまり話さない方が。この不景気だ。分かっちゃいたんだけど、こいつら食わすために廃材に金使えなかった。社長、せめて俺でよかった。ああ行きます。下がって。なんとかしろよ。消防士だろ。このまんまじゃ社長が押し潰されちまうよ。そうだ、なんとかしろよ。なんか支えられるもんないっすか。なんでみんな来い。早くしろ。すごいな。大悟離れろ。俺は離れません。あんたも何とかしてくれよ。俺が支えます。バカ、そのことしたらお前まで。大丈夫です。俺が絶対に守ります。大悟。おい消防士、なんとかしろよ。頼むよ。
大悟、大丈夫か？大丈夫です。先生、このままだといつまた崩れるか分かりません。患者の状態も一刻を争います。パルスも微弱になってますし、いつショック状態に陥るとも限りません。命を優先するならもう最後の手段を取るしか。最後の手段ってことは、足を切断するのか。ならこのまま死なしてくれ。マブッチェスカラボスさん、ああ死なくなったら働けねえんだよ。このまま事故で死には保険が下りる。こいつらに金を残してやれるんだよ。山口さん頼む。何バカなこと言ってるんですか。ありがとうよ。もういい、出ろ。今度余震が来たらお前まで巻き込まれるぞ。何よりもまず自分の命を大事にしてね。約束。この死んでも解けません。山下さん、何が知らせてくれだろう。諦めないでくださいよ。そんなことしてみんなが喜ぶと思ってんですか。金のためだけだったらみんなこんな会社とっくに逃げ出してますよ。そうじゃないですか。そうですよ社長、そんなこと言わないでください。社長は働けなくなっても俺たちはみんなで頑張りますからね。え社長、社長なら足を切るってのか。先生なんとかならないですか。足を切断してあげたんですから方法は。すぐなら地面に穴を掘って山口さんの体を沈ませるんだ。そんなふざけたこと。そんなやってみましょう。山口さん、では支えてください。おい、はい、待ってこい、待ってこい。あ、社長大丈夫ですか。どうですか。分かんないの。社長の心房ですよ。Thank you.
よ、外だぞ、せーの、ほら、よし、助けたぞ、社長、助かったよ、社長、社長、止血します、ストレッチお願いします、はい、レスキューだ、まだ出ろ、いいですか、体を張って穴掘ってか、え、擦り切れてるぞ背中、うげえ高くつくな、マジかよ、お前自分も鉄骨の下敷きになるかもしれないって考えなかったのか、考える前に体動いちまうのか、仕方ねえだ、レスキューでもねえのによくやるな、人の命救うのにポンプとかレスキューとか関係ねえだろ、俺は自分の気持ちに従うだけだ、まあ血管商品もたまには役に立つから、は？おい赤星、こいつのネジ直しとけよ、ああ、よし、おい、ふざけんなよ、オレンジなんかビンクなんかしねえけどな、何が戦国史のおやじだよ、いつか絶対見返してやったんだ、いや、バイパス事故を15分でそっちに向かうとはさすがだな、いえ当然のことです、それより朝比奈大吾、面白いやつですね、何オレンジに欲しいってことか安心してください、あれじゃあと 2,3 年は合格ラインにかすりもしませんよ、厄介払いはお預けかですね、なお大吾、お前いつかレスキュー目指してみたらどうだ、え、いや生涯一火消しもいいけど、まだわからないだろう将来何がやりたくなるか、それに自分が何に向いてるかもな、だから俺は絶対火消しだっつってんでしょ、こうなったらいつでも続けますよ、俺より赤星さんはどうなんですか、もちろん消防総監目指すよ、俺にはそれが合ってる、じゃあ必ずなってください、なって俺らの食費上げてください、大吾消防士はやっぱここだな、ねえ、あの穴やっぱ消防士はここっとか、二人でイチャイチャしてんのよ、行くわよ二人とも、おう大吾、はい、どう
働きの制服も当然だろ。よし帰ろう帰ろう。腹減った。帰るぞ。はい、はい。